バラーム修道院の県栄大聖堂、バラーム修道院は、モスクワ総主教庁が直轄する、聖教会の修道院である。ロシア連邦カレリア共和国にあり、ヨーロッパ最大の湖である、ラドガ湖にある、バラーム島に所在する。修道院には5つの優れた、男性合唱団がおり、世界各地を訪れて行われた。 演奏会による収入は修道院の建物の復興に用いられている。録音された歌唱の一部は修道院のウェブサイトで聞くことができる。バラーム修道院の中心部の円形墓場で祈る主教、司祭を含む修道士たち修道院がいつ設立されたのかははっきりしていない。修道院について16世紀より前の文献では言及がなされておらず、 10世紀から15世紀までの異なる日付が推測されている。一つの伝承によれば、修道院は10世紀にギリシャ人修道士セルギオスとその協力者であったカレリア人ゲルマントによって設立されたとされる。平気キル記念は設立年を12世紀と推定している。現代の研究者たちはこの推定でさえもまだ実際の設立年より早いと考えている。 学会の定説によれば、14世紀の末頃に、設立されたものであろうとされている。ジョン・エイチ・リンドとマイケル・シー・ポールは、16世紀の写本、バラーム修道院物語における、ノブゴロド大主教ヨア2世の時代に、修道院が設立された胸の記述などの様々な根拠に基づき、1389年から1393年の、 間に設立年を推定している。いずれの年代推定が正しいにせよ。バラー・ム・修道院は、北方の多神教に対して、また広大には、ハメサボカレリアから来る、カトリック教会に対峙する、正教会にとっての前哨であった。ロシアとスウェーデンの間の争いにより、16世紀には、国教が、東方に移動した。1578年には、修道院が攻撃を受け、 おびただしい数の修道士と修道見習いたちがルター派のスウェーデンによって殺された。修道院は再びスウェーデンから攻撃を受けた後、ロシアとスウェーデンの国境がラドガ湖に惹かれ、建物が怪人に返した1611年から1715年の間は荒廃した。しかし18世紀には修道院は見事に復興され、1812年には ロシア統治下のフィンランド対広告領に含まれる形でロシアに帰属した。1917年にフィンランドが独立するとロシア正教会の一部であったフィンランド正教会はコンスタンディヌーポリー総主教長下の自治教会となった。バラーム修道院はフィンランド正教会の最も重要な修道院であった。方針例に用いられる言語は教会スラブ語から フィンランド語に変更され、教会歴はユリウス歴からグレゴリオ歴に変更された。これらの変更は苦く長い論争をバラームの修道院共同体に引き起こした。新バラーム修道院第二次世界大戦の間、この地域はソビエト連邦とフィンランドの間での戦場となった。冬戦争時には修道院は再び避難を行い、この時150人の修道士が フィンランドのヘイナベ市に移り住んだ。この共同体は、現在も、なおシンバラーム修道院として、イナベ市に存在している。コネベツ修道院とペチェンが修道院から避難した、ものも受け入れたことにより、シンバラーム修道院は現在、フィンランド正教会唯一の修道院となっている。1941年から1944年の間の継続戦争中、 古いバラームに修道院の建物を復興しようとする試みが行われたが、後に島はソ連軍の基地となった。以降、宗教弾圧を行うソビエト連邦の下で、修道院は修道院としての機能を停止した。1989年に元のバラーム修道院が正教会に返還されると、修道院は少年時代に修道院に親しんでいた。 アレクシー2世による個人的な秘護を享受した。建物は綿密に復元が行われ、修道院は島における重要な地域的影響力を獲得し、精神的に隔絶した状態に戻る傾向にある。長年の修道院との実りのない法的手続きの後、多くの居住者が島を離れているが、なお少数は留まっている。ありがとうございます。